皆さんこんにちは。ですね、今日今那須高原に来ております。なんでここに来てるかっていうと、僕和風さんのアンバサダーしてるんですけど、でそこに大量注文があって、キッカーので、この那須高原にどうやらそのものはあるみたいなんですけど、でなんかちょっと聞いたら競輪選手が新たに去年ぐらいですかね、自転車のサイクリングジムを立ち上げたっていうことでね、潜入、僕しかいないでしょ競輪選手の潜入って言ったら、なんでね来てみました。でね、早速ね、まあ、このなんだろう、アウトレットとかもあって那須インターから近いんですけど、はい、こんなとこです、山の中ですよ、本当に山の中に、まあ、来てちょっと早速なんでちょっと潜入したいんで行ってみたいと思います。行ってみましょう。こっちです。あ、ありました、ありました。ここです、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 ここです。見えます？あそこに入ってます？ここです。那須、おめ、那須サイクリングジム車両、ここっすね。ここにね、見てください、すごい広大な地にポツンとあるすごいですね。どうっすこれいいっすね。早速じゃあね、潜入してみましょう。ここです。もう見えてますけどね、ちょっと。よし、すいません、お邪魔します。ここですよ、ここですよ。あ、どうも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 、 どうも、お疲れ様です。お疲れ様です。実は僕も仲いいんですけど、88期の、はい、86期の、86期の、まあ使いましょう、これも86期の先輩の木の86期の佐藤悦夫さんです。はい、よろしくお願いします。実はね、佐藤さんがここのオーナーで、あ、そうですね、一応自分としてね、今パッと見たんですけど、めちゃくちゃ広いところに並んでますね。はい、田舎なんですけど、いやいやいや、すごいすごいです。まあけどね、ちょっとまあ話は何なんですけど、はい、見せてもらうということで、ね、見てくれと、はいはい、お願いします。はい、じゃあちょっとお邪魔します。どうぞ。これもすごいですね。これ自分の自転車ですか？ね、これは自分の自転車ですか？あ、一応、うん、全部自分、うん、全部なんですね。全部一応自転車す、あ、もう本当にこれあれですね、ジムというか、そのちょっと資料館みたいな、ちょっとそっちも意識しつつ。ああ、なるほどね、うん、やっぱなんかそう、競輪選手ってこだわる人多いんですよ。こだわったら何でもやっちゃうみたいな。見てください、こんななんかこの年始みたいな、このなんていうんだろう、この本当この資料館みたいになってますね、本当こっちも。すげえ、パッて見たらこの楽しめますね。じゃあ、まあそうですね、自転車好きな人は、まあ好きじゃなければ一切興味はないですけど、いやこれ分かるですよ、何があったんかなみたいな。一応でこっちがトレーニングジムです。そうですね、こっちジムで。ちょっと皆さん、じゃあ、はい、行ってみましょう。行ってください。はい、どうぞ。行きましょう。すごっみんな見てください、これこれどうしたんですかこれここいや一応、いや何台あるんですかこれ。一応5台和風ソーラー。いや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 、あ、これがあれですね、大量、見てください、注文した、ね、和風の今ね、はい、一番新しいやつ。うわー、キッカーバイクが 1,2,3,4,5台と5台。あ、全部ねこうやって、そうですね、モニターができる、はい、モニターも全部完備で、はい、みんなでできるように。すごい。そしてまあ向こうにはワットバイクとパワーマックスですね。はい、すげえ。でこっちはちょっとハイパワーのトレーニングをしつつ、そうですね、こっちは短距離系として、短距離系としてね、はい、だから競輪選手じゃなくて、まあ、いろんなこうスポーツがね、女子とか、まあ、使ってますもんね。そうですね、いろんなスポーツも使えるんで、いろんな人に使ってもらえたらと思います。
こうでランニングマシンもあって、はい、1台しかないですけど、あこの DJ ブースもあって、イベントとかで使えたらとか、えこういけるんですか。いや自分はやんないですよ。誰かにやってもらうパターンで、はい、ちょっと好きじゃないの買ってたらすごいですよこれ。こうやってやるやつですね。森谷君に、僕に、ね、やったことないですよ。すごい。じゃあ雨の時でもねできるし、そうですね、まあ、本当夏は晴れだともう外走った方がいいんですけど、うん、まあけど外走ってじゃあこっちでもトレーニングするっていうのが、ね、夜とか雨降った時とかにうまく使ってもらえたらっていう感じですね。でウエイトもね、ウエイトもはい、まためちゃくちゃ、あすごい、あジムの会員さんの方ですね。あこれ実はねアフーの、 あの一緒に今日はね来て木澤さんにアフーの中のねすごい一気に5台ね買ってもらうというか注文があったということで、全然知らなかったですけどね。僕ね最近知ったんですよ ね実は。あそうなんですね。はい、そう、しかも去年ぐらいから宇都宮の所属です。あそうです ね栃木で、なのに群馬の前の支部長さんからっていうね、あ、はい、不思議な流れで、ね、あ紹介としてはですね、はい、これも流れってすごいですよね。そうですね、流れってもう全然そう知らなかったから、つながりがね、そうですね、いきなり佐藤です。あそうですね、すごいですよね。まあけど何かの縁ということでね、はい、すごいでこのね今経歴選手が主にするものがビッグ3もできるというか、あそうです ねスクワットね、レッグプレス、ね、レッグプレスもあってでベンチもできるっていうね、はい、まあ、ちょっとこれ本当選手がやりそうなメニューとして、ね、はい、これ養成所ですか競輪選手。養成所が一番向いてると思うんですけど、ね、これだってすぐトレーニングしてこっちで、ね、やりながらっていうのでね、はい、ちょっと一般の人が逆に使いづらい。確かに。まあけど一般の人も競輪選手のトレーニングを体感できるっていうのでは、そういう面ではいいかもしれないですね、経験として。けどなんでまあけど大体競輪選手って言ったら、はい、まあ、あっちのパワー系が主流、ね、そうですね、昔はパワーマックスとかワットバイクだったんですけど、ね、最近ね、なんでこれを導入、そうですね、もう長年練習してちょっと練習も飽きてきたんで、はいはい、ちょっとやっぱこのレース和風でレースとかグループで自分一人で練習してるのが基本なんで、そうですね、こうやって目標を持ってやった方がいいかなっていうので、まあ、今そうですね、これでオンラインで対戦できるし、はい、でまあね、世界の人と戦えるっていうのがいいし、はい、ここだったら、まあ、オンラインじゃなくてもここでみんなでね、そうですね、みんな、はい、話しながらできるっていうのも、ね、そう5人でやりたいんですけど、チーム組んでできますよね、はい、これだから、はい、まあ、それがもうできるのがここのね、普通はね1人1個で家にあってやるんですけどね、まあ、すごい。じゃこういうズイフトとかを使ってトレーニングもできるっていうことで、ね、まあ、そうですね、楽しみながらっていうのを、だからね、これ本当こんだけ台数があったら、はい、後々あれですよね、なんて言うんだろう、合宿とか、あ、そうですね、そういうね、高校とか大学とか、そうですね、実業団とかそういう人たちに使ってもらえれば、まあ、一番ありがたいですね。今そういうプランはまだないんですかね。いや、今後そういうのも一応考えながら置いたんですけど、あ、まあ、なんせ人は今ない、まだまだ、まだ、いつからやってる去年の11月から一応本格的にはやったんですけど、なるほど、はい、すげー、まあ、けどまだ知られてないっていうのがまあ多いですよね、やっぱり、まあ、そうですけど、あとやっぱちょっと特化しすぎて、いやいや、僕が広めるんでね、広まるのか分かり、はい、分かりませんけど、けどこれね、本当ちょっと見てもらえればね、噂が噂を広めるじゃないけど、あ、そうですね、この施設は見たことないですよね、僕はこんなに揃ってるのは大学みたいな感じですよね。本当そうですか、まあ、けどしかも那須高原とかって言ったら、はい、那須で言ったらチームがね、そうですね、ロードチームもあって、ね、とかしたんですけど、ね、はい、その世界的な大会もあったりもするし ね、 そうです ね、 ね、だから本当外でやってまたこっちで、ね、はい、昼からこっちでやるとかっていうトレーニングにも向いてるし、まあ、うまく使い分けてもらえたらありがたいですけどね。いやいやいや、はい、びっくりしますよね、この、ね、山の中にここにポツンとあるっていう、まあ、そうですね、でもちょっと観光地なんでちょっと、あ、そうかそうか、観光、まあけどね、ちょっとうまくどうなのかなっていう、はい、周りはね、アウトレットとかもあるでしょ。あ、そうですね、アウトレットあったし、ちょっと行けはあるんで、ね、あって今さっきもね、なんか
おいしいというか人気のカフェとかもね、カフェレストランもカフェは多いんでこの辺、ね、いっぱいあるんで、はい、ちょっとみんなそういうのでもね、ちょっと遊びがてら立ち寄ってもらえたら、うん、もありだし、そうですね、トレーニングするのもありだしっていうので、うん、はい、すごいですね。まあ後でね、ちょっとあの向こうの施設 の, あのバーとかもあったりして、あ、そうですね、ね、ちょっとそれも休憩スペースの、まあ、見るかどうしますか、見ます、ちょっと見てみます、じゃあそこで、はい、お願いします。ここはね、これ休憩スペースなんですね。あ、こっちそうですね。トレーニングあと休憩。こんなスペースありますか普通。見てくださいよ、このね、全部洒落た、ね、自転車にちなんだね。そうですね、ここでじゃあくつろいで、まあそうですね、作戦とか練ってもいいですよね。作戦とか反省会とかあるんですね、はい、自転車も見てください、自転車も。これ逆ですよ、これ逆。これはオブジェのために作ったんですね。これは走るためじゃなく、はい、一応展示として。あ、もう山崎って書いてます。そうですね、山崎あのモンスター山崎さんです。タイトルホルダーのフレームですね。そうですね。あ、これね、これも、はい、SS のね、SS の、はい、まあ、だここでね、こう酒も飲みながらっていう感じですね、練習終わった後に。そうですね、バーってことですね。バーとしてカフェとして。なるほどなるほど、くつろいでいただけたら。すごい、はい、すごいですねこれ。あ、これ75ですね。ちょっと、はい、はい、まあ、ここでじゃ流しながら、流しながら、はい、ね、パブリックビューイングみたいな感じでやっても、はい、ありです。ロードレース今ジローが走ってますけど、はい、ね、何人かですね。今年は、ね、はい、うん、あ、まあ、モチベーション上がったら乗って、あ、そうですね、みたいなね、はい、候補に使ってもらえたら、はい、すごいですね。なんかね、向こう見たらね。なんかそのキャンプ場にもできそうな、ね、ちょっとまだ広大な、まあ、はい、開拓中なんです、開拓中なんです。まだこっちに何ができるか分からないけど、まあ、はい、これからの、はい、でもそれもちょっと楽しみですね。楽しみにしてもらえると、はい、なるほどなるほど、すーげえ。まだね、どうなるか分からないけど、まあ、そうです、ね、はい、すごい、もう本当に本格的なジムというか、う、まあ、もったいないというか、今だそのシステムというか、 、はい、今の現状 の、はい、あのプランというか、はい、どういうふうな営業体験になってるんですかね。今はとりあえず1回1000円として、はい、1000円この施設がプレオープン的な感じで、あ、まあ、まだ当分の間は、はい、1000円で、はい、会員さんもまだ集まってないっていうか少ないん で、はい、で大人が1000円 で、はい、1000円で中学生以下500円で、500円で、はい、皆さん、まあ、お試し的な、お試し的なね。今だからチャンスですよ、ちょっとね、はい、あ、で後々に、まあ、パーソナルとかも、まあ、そうですね、後々、ね、はい、希望があればパーソナルとか月額とか、あ、そうかそうか、はい、っていうのもね、サブスクでとかっていうのも考えて。そうですね、はい、まあ、それはあのあれですか、サイトがあるんですよね、まだないですか。あ、サイト一応あるんですけど、あ、あの止めちゃってるんで、あ、止めじゃあそれもちょっとね、一回やろうとして、出来次第ちょっと、出来次第、はい、ね、ちょっと貼ってくんでね、はい、ちゃんと、はい、あ、まあ、インスタ等で、あ、インスタ営業時間とか、あ、確認してもらって、はい、確認してもらえれば大丈夫なんで、はい、すごい。じゃあね、本当、まあ、僕今思ったのが、はい、あんだけあるから本当にこの実業団とかそのグループとかでね、来て、まあ、なんて言うんだろう、地元でやるのにもいいんですけど、まあね、こういった景色とかとかで、はい、まあ、イメージ変えながら、そうですね、トレーニングできるっていうのはまあ最高だと思うしね、まあ、なんせプロの選手がいるんで、そこでアドバイスを、ね、まあ、そもそもバリバリエース1で活躍されてた、ね、逆にアドバイスしてもらいたいぐらいですね。来てくれた人に。だけどこんだけ施設を、ね、作ったっていうことは、まあ、ノウハウも多分すごい勉強されてると思うんでね。いや、もうとりあえず、まあね、なんとなくで、うん、はい、やってしまって、すごいすごいですよ、はい、向上心が半端ないと思うんで、ね。なんか他にもなんかアピールポイントみたいなのあります？アピールポイントはもう、まあ、けど、うん、見てくれっか、本当まず来てもらえて、あ、そうか、あ、そうか、はい、楽しんでもらいたいっていうのが一番ですね。そうか、はい、そうですよね、まず、だからね、はい、那須な、住所なんていうの、これ地域は那須は那須町っていうんですね、はい、あ、なんでね、那須高原か、そうですね、本当高原ですね、高原ですね、はい、インターからも近いですね、インターから1キロですね、1キロね、那須インターから、あー、で、はい、見たら今泉崎の競輪場、競技場が30キロぐらい で、宇都宮競輪場が60キロぐらいですね、はい、だから本当ね、まあ、一番近いって言ったらその泉崎のバンクなんで、そうですね、まあ、そこで合宿してこっちにちょっとね
バンクとこっちで来たりとかっていうのもありだし、ね、はい、まあ、ロードレーサーで行くのもありだしっていうので、はい、まあ、幅が広がるん で、 そうです、ね、ぜひね皆さん足を運んで、はいはい、うまく使っていただいたら、ね、いいですよ ね、 そうですね、ありがたいです。まあまあぜひ本当思ったのはいろんなとサウナでもね作ってくれれば一番いいんですけどまあテント張ってねやるのもいいし、はい、ね、何でも幅が広がると思うんで森役に開拓してもらってやってもらいたいです、ね、ほらほスコップまで来るんでね皮、はい、も引いちゃってね、はい、なるほどなるほど、まあ、ぜひね皆さん、はい、こんな感じなんで、まあ、またまた全然また合宿して、はい、そこで僕もちょっとまた YouTube 撮らせてもらうっていうのも ね、 ね、いいですかね、はい、そんなまだ後々後々ね、はい、追っかけて、はいはい、行くんで、じゃあすみませんけど、じゃあ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、こういう感じで、はい、佐藤悦雄さんの、お店が、名前はお願いします。那須サイクリングジムシャローです。シャロー。はい。皆さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、こういう感じで、はい、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、どうもです。